中国航船、日本漁船を威嚇、尖閣諸島で。9日に中国海警局の船2隻が日本の尖閣諸島の領海に侵入した時期において、この中国船が日本漁船に近づき、およそ36時間にわたって威嚇し続けたことが明らかになりました。この漁船に乗っていた石垣市の中間人氏市議によれば、昨年の5月以降、中国船は、 カメラで撮影するのが難しいほど距離を取っていたとされておりますが、中虫議は11日にツイッターにて、ここしばらく会計は近寄ってきませんでしたが、今回は近くまで接近し、威嚇してきました。また、今回から会計もこちらを撮影してきました。明らかに、今までとは違う動きですと警鐘を鳴らしておられますけども、 現状、ロシア・ウクラナ戦争において、ロシアが敗北しつつあり、ロシア系の装備を持つ中国などの軍事力に疑問符がついておりますので、中国側は能力を誇示するために活動を活発化させている可能性もございますが、日本政府には尖閣諸島などにおける不測の事態にしっかりと備えていただき、このような漁師の方々などが中国によって、 危険な目に遭わないように、今後も可能な限り対抗し続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。